グローバルキャリアイコール海外で暮らし仕事をすることだけじゃない。国際学部が目指す就職先って航空会社、旅行会社だけじゃない。あらゆる仕事がグローバルにつながっている時代、海外に行かなくても場所に縛られることなく世界規模の仕事ができる今、英語が話せたら OK? だけじゃダメ。求められるのは英語力を生かして何ができるのか。2022年4月、最先端のグローバルキャリアをここから切り開いていこう。国内のみ、または国内と海外から自分に合った学びが選べる大手門学院大学国際学部グローバルスタディーズ専攻国際文化専攻。グローバルスタディーズ専攻、 TOEIC 800スコア以上を目指す。授業の3割をオンラインで受講。海外でも国内でも授業を受講できるハイブリッド履修スタイル。ペンシルバニア大学など世界トップクラスの大学へ。リアル、オンラインのどちらも可能なデュアル留学。留学先の授業料負担サポートも実現。世界を舞台にビジネス力を身につけるコンセントレーションパッケージ。国内では日本のリーディングカンパニーによるビジネス・イノベーション研修を実施。海外ではインターンシップが充実。 Google、アクセンチュアなどの多国籍企業で働くトップ企業実践型と、商社などの仕事を体験するアジアの新興国チャレンジ型。次にもう一つの専攻、国際文化専攻では、英語力アップとともに国際社会で求められる異文化理解ができる人材を目指す。両専攻ともこれからの時代にプラスアルファの強みとなる ICT& デジタルスキルを手に入れる。2022年4月、国際学の最先端へ。大手門学院大学国際学部スタート。